計画中の CSTSCSTS、または、アクツは、計画段階の有人宇宙船である。もともとは、欧州宇宙機関と、ロシア連邦宇宙局との共同計画だったが、後に、餌の先住の計画となった。国際宇宙ステーションのような低軌道への用途として、設計されたが、同様に月やさらに家運への探査も検討された。この調査は、 NASA のビジョンフォースペースエクスプロレーションでオリオンの開発で国際協力をせずに独自に開発する方針が公式に発表されたことにより欧州の有人宇宙飛行計画を維持するための戦略的基本計画として検討された。CSTS は2008年11月に 餌の理事会で計画が終了する前の2006年9月から2008年春までの18ヶ月間で初期調査段階が完了した。しかしながら餌の首脳が拒否した欧州補給機発展計画は阿久津計画の代替として予算の分配を継続するかしないかに関して交渉中である。2008年11月末の時点において計画の予算は2017年以前に 実際の宇宙船の打ち上げることが不可能な実現可能性の調査に限定される。2009年、ロシアは独自の PPTS、またはプロスペクティブパイロテッドトランスポートシステムという名称の CSTS の設計案の実行を決めた。欧州の餌は CSTS を発展させた有人仕様に改良された欧州補給機であるアクツの実行を決めた。 アクツは、ロシアのソユーズ宇宙船のように分離する構造の加工、上昇モジュールと、取り外し可能な軌道周回モジュールの様式を、踏襲する。加工モジュールは、アメリカのアポロ宇宙船の指令船にやや似ており、軌道周回モジュールは、有人仕様の欧州補給機に似ている。2009年半ばに、イズ・アストリウムは2100万ユーロで現在では、 アクツの原型となることが信じられている欧州補給機の有人仕様への設計調査を受注した。2013年、エサは NASA のオリオンの開発に参加することを発表した。エサは ATV の技術をもとにオリオンのサービスモジュールを担当する。それ以降、2015年現在においても CSTS、アクツプロジェクトに関する動きは見られない。2004年、 アメリカのジョージ・ W ・ブッシュは2020年に有人月面着陸と2030年の火星有人着陸を含むビジョン・フォース・ペース・エクスプロレーションを発表した。これらの用途に乗員輸送機としてオリオンが現在開発中である。エサの関係者は彼らがこの探査計画に参加できるか尋ねたが否定的な返事を受け取った。 エサの理事長のジャン・ジャック・ドーダンは NASA による、この拒絶に関して私は、マイケル・グリフィンとマーバーガーからセブは、国際協力ではないと言われた。しかし、もしヨーロッパが次世代の輸送システムに関与しないのであれば、私たちは永久に二級の協力者に止まるだろう。と述べた。2006年7月に NASA 長官のマイケル・グリフィンに、新人の科学者と共にインタビューしたが、 NASA の月探査計画全体における国際協力の提案に興味を示した。アメリカは月に戻るが、私たちはよりよくそうすると思うが、もし私たちの国際宇宙ステーションに参加する多くの企業のように新しい協力企業が参加することができればそれはすべてのためのより多くの実りになるだろう。と述べた。グリフィンは 全体的な協力に関しての話には、オリオンの開発の協力ではなく月探査へは、完全にアメリカ製の宇宙船が使用される。オリオン宇宙船が餌との協力をせずに開発される見込みになったので、餌は2011年のスペースシャトル計画の終了と2015。 2016年の意図的な国際宇宙ステーション計画の終了により、有人宇宙飛行計画の継続のための主要な障害に直面している。2004年以来、エサは FKA と40年近く運用されてきた、ロシアのソユーズ宇宙船の後継計画である、クリーペルの開発に関して話した。エサの管理部門は、この協力に熱心であったが、 この計画への餌の参加は部分的でロシアがクリーペル宇宙船の開発と設計の主導権を握るので2005年12月に餌の構成国は設計と協力調査への予算の分配は低下したロシア側では2006年にソユーズをクリーペルで代替することは予算がかかりすぎることに気づいたのでアドバンストクルートランスポーテーションシステムアクツのコンセプトを ユーロソユーズの一種として考案した。クリーペル2005年12月に餌によって、クリーペルが却下された後、2006年1月に、ジャンジャックドーダンは、ロシアとの新型宇宙船の開発を決めた。2006年1月13日に報道によると、有力のクリーペル計画は、餌が予算をつけた先進的なカプセル型乗員、輸送機の開発調査によって代替された。 餌が却下したにもかかわらずクリーペルはロシア宇宙局によって予算が与えられたがロシアと欧州は CSTS を共同で進めることはほとんどない。ロシアが CSTS を進める理由はモジュラー構造物の設計の責任をパートナー間で分担することによって欧州がロシアと欧州の計画の完全なパートナーになる可能性を与えることが含まれるからである。 約1500万ユーロを CSTS 計画に拠出することが2006年6月21日から22日の餌の定例会で承認された。さらなる調査の予算として次の7月の餌の会合で話し合われた。ロシアと餌の双方は計画において最初の2年間にかかる費用に関して私たちは 現在、ロシアと宇宙船の初期設計の作業をしている段階で、運用のための法的な枠組み、作業分担、開発の分担比率の概要に関して取り決めた。と、エサの有人宇宙飛行、微小重力と探査計画の理事会の政策と、計画家の長である、マニュエル・ボールズは述べた。2006年7月4日、ロシアの報道機関はロシア宇宙庁の長官である。 アナトリー・パーミノーブは、ジャン・ジャック・ドーダンと CSTS 計画に関して、会談したが、結果的に合意には至らなかった、と報道した。2006年7月18日 FKA 長官のアナトリー・パーミノーブはロシアは、クリーペル宇宙船の計画はすでに中止されたと発表した。これによりアクツの構想は、クリーペルの設計よりもエッサの関与が深まる。ジーン。 ジャック・ドールデンは2006年7月25日にファーンボロー航空省でロシア連邦宇宙局と共にアクツ宇宙船の共同調査を2006年9月からはじめ2008年初頭に終了すると発表した。私たちは18ヶ月の期間を私たちの首相にこのような宇宙船の提案をするために得ました。 この調査に1500万ユーロの予算がかかるとみられ、餌の構成7カ国で分担する。調査の分担分野は、2008年5月に初期調査が完了した後、ロシア宇宙局と餌は、全体の設計は円錐型のカプセルと ATV 派生型サービスモジュールで構成されると発表した。CSTS 宇宙船の全備重量は 18000kg であるが、 しかしながら、カプセルとサービスモジュールの合計重量は一致しない。ギアナ宇宙基地と予定される、ロシアのボストチヌイ宇宙基地が、CSTS の車上として検討された。宇宙船を軌道へ運ぶためのロケットは決まらなかったが、マニュエル・ボールズは、ロシアのロケットが元になると示し、アリアン5も、同様に輸送用ロケットとして可能であると示した。 ロシア連邦宇宙局とエサが、彼らの CSTS 宇宙船,船の計画を発表した、同時期、ドイツ航空宇宙センターとイズ・アストリアムは、発展型欧州補給機の構想を発表した。この構想は、現在の欧州補給機を改良して、再突入カプセルをつけて2013年に、国際宇宙ステーションから貨物を回収するもので、 第2段階として2017年に発展型欧州補給機を改良した有人仕様の ATV を打ち上げるという内容だった。これらの予定は後に、それぞれ2015年と2020年に改められた。この構想は2008年11月のエサの首脳会談で検討され貨物回収機を2017年に準備するための初期開発の予算が承認された。 発展型 ATV の概念は CSTS 計画の終了に貢献したかもしれない。しかしながらエサ長官は発展型欧州補給機の構想は現在も継続中のアクツの予算が打ち切られた時の代替であると否定した。2009年の時点で欧州が国際宇宙ステーションに補給品を運ぶ ATV 宇宙船の後継に 独自のアクツ計画を行うと決めた場合、ロシアは彼らの新しい有人宇宙船用に CSTS の全体の設計を維持することを決めている。ありがとうございます。